関東から九州にかけてはだんだんと気温が上がってきました。この暑さ明日も続いていきそうです。まずこちらいただきましたリポートなんですけれども、愛知県の今日の11時40分のご報告ですね。強い日差し照りつけております。しかも青空が広がっている状態でして、特に東海から西のエリアはこの後も晴れて日差しが強いところ多くなりそうです。今日はですね、この関東から西のエリアでピンク色の丸印が広がっております。これが25度以上に達している地点なんですけれども、特にですね、今は宮崎県内や熊本県内でもう30度以上の真夏日に達しているところがあります。でこの後の気温ご覧ください。最高気温が出る頃、14時の予想気温の分布になります。このうち赤く塗られているところが東海地方や近畿、中国、四国、九州はかなり範囲で予想されています。これが30度以上の真夏日エリアとなります。西日本や東海エリアは空気の質は比較的乾いているんですけれども、この後もじりじりとした日差しによる暑さですね、熱中症に十分ご注意ください。関東甲信に関しては西日本ほどの気温上昇はないものの、蒸し暑く感じられそうです。しかもこの暑さ明日も継続なんですね。京都の違いはですね、関東の北部ですとか、あとは近畿地方でこの赤色の30度以上のエリアが拡大をする予想なんです。近畿地方今日もかなりの暑さになる予想なんですが、明日はさらにそのエリアが拡大をします。また西日本は今日と同様ですね、九州などはかなり広い範囲で夏日ということになりますので、明日も引き続き熱中症には十分な注意が必要です。こまめな休憩ですとか水分塩分補給などを心がけていただいて、熱中症予防に努めていただきたいと思います。